ハイスピードで。メール読もうか。はいよ。ちょっとね。じゃあ私からいきます。カツラジネームジャッキーさんからいただきました。ありがとうございます。あやち犬さん、Mメガネさん、はじめスタッフの皆さん、おいおいです。いいです。5月25日に発売されました、声優ラジオの時間、カツラジのインタビューを拝見しました。うん、冒頭からいきなり、右のパイと左のパイで1ページずつ豪華だな。パイスラ写真集に関して熱く語り出すお二人、なんとも普段の初ラジを彷彿させるような書き出しに爆笑ですよ、うん、紙面ではお二人の初ラジに対する思いや収録の際に心がけていること、これまでの初ラジの歴史など、とにかく盛りだくさんなインタビュー内容で、途中エモメガネさんのインタビューなどもあって本当にいつもの初ラジオを聞いているかのようで面白おかしく、時には真面目な内容にドキッとしたりと、うん、とても満足な大満足な内容でした、うん、番組も10月5日で5年目に突入、もとい突入がね、ニューです、父です父か突父、もとい突入ですね、うん、これからもフリーダムなお二人、フリーダムなスタッフさんたちで、あっちにいたりこっちにいたり気分次第で、でも面白い素敵な初ラジオ楽しみにしています、うん、ではだんだん寒くなってきましたが、お体にはお気をつけてお仕事頑張ってくださいはいはい、頑張り頑張、頑張ります頑張るパイわかんない、もうね、ね、ね、右のパイと左のパイで1ページずつなんて言った私たち言った言ったヌーさん、ちょっとちょっとヌーさん、そんなこと言うなんて何言ってんのちょっと、せっかく、せっかくインタビューしてもらったのにすいません、そのコメント、竹立つって書いてあるんですけどちゃんと書いてあるんですけどよくこれ事務所を消したらそれはねあるよ、だって本当にあのねインタビューのね、あーあピザ来た、ピザ、あーピザ、ほらほら、あのソーセージだよ、ソーセージ、すごいカレーの匂いする、美味しそう、カレー、カレーも頼んだの、カレーが乗ってんの、そうなんだ、うん、あちょっとこれ私が食べたいって言ったやつ、私このソーセージのやつ食べたい、よいしょよいしょ、あピザ、いただき、だってピザあったかいうちに食べないとダメでしょ、そうだよそうだよ、糸引っ込んでくれちゃうよ、チーズが、あそうよいしょ、熱そう、あまたストップウォッチストップしたままだったもういいよ、私がやってるからいいって、今何分もいっか、うん大丈夫、あうまい、ピッサピッサ、うんあうんうまい、いいね、いいね、おいしい、うんあうんふんふん、おいしいね、うん、うん、あ、うまい、何の話してたかこのね、声優ラジオの時間の話、それそれ、なんだっけそうだよ、でもね、それはあの、うん、そのね、編集者の方が持ってきてくださったのよ、パイスラをね、うん、の本をね、私たちにそういうおもちゃを与えるのがいけないの、そうだよ、楽しいものくれるからさ、乗っちゃった、なんか持ってきてくださったってことは見ていいってことで、そう、むしろなんか見てもらいたいのかなっていうか、なんかごめん、やっぱおっぱいコメンテーターになんか求められてるのかなって思って、そのコメントをって思ったから言っただけであって、うん、ねえ、ね、仕事ですよ、そうですよ、どうぞって言われたからありがとうございますって言ってね、ねでこう見てたら録音されてたんです、そうだって見ながらでいいって言ってたもんそうでね、本当にさ、なんかさ、インタビューのさ、あの喋ったことをそのままもうなんか載せてくださったよね、そうなのよ、うん、すごいね、なんかさ、私たち結構写真だとすごい綺麗に撮ってもらってて、そう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 、まるでそんなパイの話なんかしてるようには全く見えないのさ、うん、びっくりだよね、なんか文と写真とのギャップを感じてちょっと面白いね確かにね、ありがたい ね、あ、もう一人あの感想をくださった人がいたよ、